カネシさん、こんにちは。カネシ踊り。今日はですね、この闇の王子が再調整来たっていうことで、この子の性能紹介していきたいと思います。まずまあこの子をリーダーにすると、スタミナが黄色以下でリーダーのサブのスタミナダメージプラス 30%。まあ体力枯らされること前提なんで、まあちょっと微妙かもしれへんけど、まあ闇の王子は体力枯れやすいんで、まあこの子をリーダーにしておくとダメージは上がって結構いいんじゃないかなと思います。で、まあ常時見切りと、まあ起動と着弾で見えますんで、まあこれで非常に戦いやすく、まあ初手から全打球ジャストもついていますと。で、同属性の味方のタイプに応じて2つまで効果が重複発生するということで、サーブタイプ仲間に入れたらスマッシュ球速アップ。しかも2人入れれば2段階上がりますんで、まあ基本的にはまあサーブかストロークのキャラクター仲間に入れてあげるとこの闇の王子は強くなるかなっていう感じですね。で、まあ SS が超高速上とまっすぐ飛んでいって体力回復して、相手に20秒間スロットスキル封印をかけることができますと、これ普通にいいですよね。エリア狭めることができたりとか、まあいろんな効果を無効化することができると。で、まあ2ポイント間ですね、まあ、アンド化するということで、まあ、入れマンギミック作ることができて、かつ、まあ、暗闇をかけることができるね、ギミックを出すことができまして、かつ、まあ、衝撃波も放つんで、まあ、これでね、ダメージ与えたら、まあ、SS ゲージが溜まるっていう仕組みですね。で、まあ、この子40秒間特殊状態。で、特殊状態中は移動速度スインゲラが上がって、空中地面無効。で、一部パラメータープラス 100%。なので、走り速いとか、まあ、ダメージ上がるとか、まあ、結構いいですよね。で、まあ、3秒ごとスタミナ30回復。で、副属性ストームの一部効果無効がついていて、まあ、急速アップまでありますと。で、常時ですね、スタミナが黄色以下の移動速度低下を軽減。これいいですよね。ほんま枯れやすかったもん。で、打球ダメージより 100% を回復。なので、あ、枯れにくくもなってるんや。で、相手にダメージ反転封印を付与。なるほどね。ダメージ与えたらどんどん回復するってやつをなくすことができて、かつ、まあ、自分自身もダメージ反転は無効ですと。で、コート上の一部を除くスタミナダメージ発生した時にダメージ量に応じて SS ゲージが蓄積するということで、お互いのダメージが SS ゲージで変換されるんで、自分が枯れても SS 溜まるし、相手が枯れても溜まるみたいな感じ。で、まあ、打球時に SS ゲージは蓄積しないと。はい。で、まあ、常時ですね、移動速度スインゲラが上がって、打球ダメージが必中化。で、一部を除き打球がアウトしない。で、打球が遅くなる効果を無効化することができて、スタミナダメージプラス 50% 急速アップまでついていますと、結構いいですね。で、スタミナが赤色、だいぶね、限定された、まあ、上限ではあるんですけど、1.5 秒ごとに、まあ、スタミナが50回復、3秒で100、6秒で200、なかなかのね、回復量っていう感じになっているんで、まあ、赤で全く動けないっていうことはなさそうですね。とりあえずこのね、闇の内で今から戦っていきたいなと思います。2分で知りたいことを解説する、ちょこっと白手にっていうチャンネル作ったんで、よかったら見てね。はい、というわけで一戦目やっていきたいなと思います。まずはですね、僕はこのね闇の王子使っていきたいなと思うんですけど、まあアレスを持たすことによって、まあダメージは結構入ると信じているんやけど、これ 30% って SS ゲージで変換されへんよね。まあここがちょっとネックではあるから、まああれですね、他のラケットでもいいかもしれへんけど、まあとりあえずちょっとダメージを与えてね SS 回転率上げていきたいんで、まあとりあえずまあアレス持たして戦ってはいるけど、これが最適解ではない可能性が非常にありますで、まあ、パラライフズに聞くから普通にアスラ戦うの大変そうやな。よいしょ。で、相手15しか食らってないっていうね。そう、これが厳しいんよね、闇の王子。この受けるダメージの最大値15のキャラクター結構多いから、 SS 回転率あんま上がれへんのんよ。まあ、自分の受けるダメージも SS ゲージに変換できるから、まあ、そこはええとこではあるんやけどさ、結構厳しいよね、その点ではね。あと、まあ、相手入れまんギミック無効もあるから、これもまあ結構厳しいポイントではあるんやけど、これ衝撃波のダメージとか入ると思うから、まあ、それで頑張って枯らすのと、あとまあ急速アップがある程度あるんで、まあ、それでまあぶち抜いていくことしかできひんかなって感じで、まあ、結構体力回復するようになったから、この子めちゃくちゃ体力枯れてやばかったじゃないですか。まあ、それがなくなったのは結構いいかなとは思うんやけど、ドーン、やべ。まあ、ヘリオでもいいかもしれんね、こんな感じの相手ばっかりなんやったらね。もしダメージ入るんやったら、まあ、ダメージ減衰ラケットの方が楽しくはあるんですけど、まあ、そこはしょうがないとして、これ相手、何これ ?SS? 何ですか?まあ、いや、とりあえず、やべ。まあ、軌道は見えるから入れ回しても、俺は別にそこまで問題ないっていうのが、ところかな。よいしょ。これで SS ドーンして、あ、やっぱ取られた。いや、アスラ強い普通に。そんな感じで取れる普通に強いよな。で、まあ、割と、まあ、体力は枯れにくいのはいいんやけど、なんか対してめっちゃ変わった感って特にないよな。なんか入れ回しギミック全面に出すようにね、強なってくれてもよかったんちゃうかと、ちょっと思ったりもするんやけど、ちょっとアスラ厳しそうやな、普通に。はい、というわけで2戦目はですね、このラインズマンミュエで戦っていきたいなと思います。で、相手にはですね、この打球硬直無効がつくね、この
星守りのラケット読み方忘れたけど聖樹かもせえへんけど僕のラケットも渡して来てもらったんで、まあそれによってだいぶ走りは速くなっていると。なのでだいぶ使いやすそうやね。ただまあこのミュエはですね、アナザーアクションボタンを押すとなんと瞬間移動三色をゲットすることができますんで、まあそれによってまあ入れ歯がね、まあ実質無効化することができるんですね。なのでまあそこがどうなるかっていうのと、あとまああれやんね、闇の王子の SS とかさ、まあ誰の SS でもそうやけど、反射できるから、まあ、それが割と得点力にもなったりするけど、まあ、瞬間移動してたらさすがにあかんか。もう普通にあれやね。ネット前に行って、もし取られへんかったら瞬間移動で取るみたいな。まあ、そんなできるかどうか分かれへんけど。まあ、そんな狙っていくと、もう、得点力もね、まあ、さらに追加することができるんで結構いいし、まあ、SS は瞬間移動で簡単に取れますんで、まあ、レフをコスで、まあ、コピーして点を取ることもできるし、みたいな感じで。割とあれやな。この闇のうち、そんな強くない気がするな。俺が、なんか、あれですか、あんま使いこなせてなかったとかそういう感じですか。ちょっともうちょいなんかな、受けるダメージの最大値がみたいなキャラクターがおらんかったらええねんけどな。だってあれでしょ、アリスのさ、こういう必中エンブレムつけたとしても受けるダメージの最大値15のキャラクターとかはさ、15しか食らわないでしょ。絶対に15は入ってくれるけど、まあ15しか入りませんので、まあ SS 回転率あんま良くないんですよね。そこがちょっと厳しいところではある。ちょ、何下手くそめっちゃ。じゃあもうすぐ SS 来るかなと思って、今ちょっと前に行くこととかいろいろ考えとったら失敗したわ。やばすぎ。でも、危ない。これいけんじゃん。うい。ういただラケット振ってるだけでね、これができてしまうんで、まあミュエも勝てなそうではあるよね。ただまあミュエ以外に対してとか、てかほんまにダメージさえ入ればなーって感じはするよね。衝撃波の分はあるんやけどさ。はい、ということで3戦目はですね、まあきっと勝つことができるであろうこのイオリ使っていきたいなと思います。まあこの子はですね、ジャストでカウンターしたりとか、まあこういう GS とかもカウンターすることができますんで、まあこうやってですね、まあ速攻で点を通用と決めることができますと。ただまあ一応ね、闇の王子も初手からジャスト確定っていうわけではないから、初めはまあ全部早いで返すとかしてね、サバくんもありかもせえへんけど、まあ特異状態になるとね、ジャスト確定になるから、もうマジでイオリ来たら結構終わり状態になるんじゃないかなと思います。一応なんかね、ジャスト確定を無効化するっていうラケットがあるんで、まあそれも出してあげると、一応まああれやんね、まあジャスト確定じゃない状態でも戦うことができるんで、まあなしではないのかもしれへんけどまあ正直ジャスト確定じゃなかったらな、闇の意味ない気がするから、まあそこはネックやね。これをうわお返されへんかった、やらかした。あれかな、陣だけ打っといた方が良かったなくそ。これこの子ってさ、普通の状態で整数ってもある程度強かったりしたっけ。そんなことはないんかな。てかまあ得意状態にならなくてもね、まあ陣だけでジャスト確定するだけで、まあ、負けることは多分ないと思いますんで、まああれですね、闇の王子がもし苦手な場合はこういうイオリとか使ってあげると、まあ、結構いいかなと思います。これロブの時カウンターできるやんな普通にまあこれをスマッシュしたらね、実質カウンターできひんねんけど、まあきっと決まるでしょうって感じですね。いやこれできれば最後さ、このイオリのこのカウンターで決めたいから、ちょっと体力ないの厳しいな。でもこれははいまあ、じゃあやっぱ闇の王子誰用なんかよく分かれへんけど、まあ体力枯れにくくなったん結構いいんで、まあこれねたまに使ったりするんで僕はね。なのでまたまあ体力枯らせる系のキャラクターたちが強くなった時とかに活躍するんじゃないかなと思います。ということでまた皆さんお会いしましょう。ちなみに言ってたラケット、これね、この釜のラケット。まあ、これですね、ジャストショットで返球したら SS ゲージがプラス 3% されるっていうね、最強性能あるんですよ。スタミナダメージプラス 30% もあるし。ただその代わりにジャスト確定のキャラクターがこのラケットを持たせたら強すぎるんで、まあ、打球判定強化する効果が無効化されて、まあ、ジャスト確定がなくなるっていう仕組みになっていますと。まあ、ちょっと見せますか。まあ、初手からですね、ジャスト確定あったかなと思うんですけど、見ての通りですね、まあ、ジャストになりませんと。なんならダイレクトですと。まあこれ SS 打っても同じで、はい、これで SS 打っても、まあこうやってね、ジャスト確定のマークが出ませんと。なので、まあもしね、イオリをちょっと返り討ちにしてみたいなっていう方はですね、このラケット渡しても、ワンチャンあるのかもしれない。一応まあ自力ジャストはこうやって出ますんでね、まあ、こうやってやるもありやし、てかめちゃくちゃ SS 溜まってるやん。ドガー。